どうも、倉田勇気です。年上好きの自分が、幼なじみで年下のメイと、その親友のさよちゃんがあやかしだと知ってしまい、断れば死と脅され、二人と婚約する羽目になったんです。でも、こんな形で二人の秘密を忘れるなんて、夢にも思っていませんでしたよ。が事故で記憶喪失？はい、お医者様のお話では一時的なものらしいのですが。そんな、ゆうくん、空のことも忘れちゃったの？あ、お兄ちゃん。ごめん、何も覚えていないんだ。ところで、ここは？それに君たちは？ああ、そっか。記憶喪失なら私たちの名前も忘れちゃってるわよね。それじゃあ改めて自己紹介するわね。あんたを病院から連れてきた私は猫柳芽、勇気の幼なじみよ。今年で14歳の中学2年生。記憶を失う前の勇気にはメイって呼ばれていたわ。同じく病院から同行したメイちゃんの親友、乾さよと申します。今年で14歳の中学2年生です。私はさよちゃんと呼ばれていました。ですからそうお呼びくださいね。うん、メイにさよちゃんだね。次は私ね。私はうさつきアリス。ゆうきとは同じクラスの同級生よ。キツネビクオン、お兄ちゃんにはクオンって呼ばれてた。今年13歳の中学1年生。はいはい、千景空です。ゆうくんにはハニーって呼ばれてました。だって空は妻だから。え、妻？俺って結婚してたの？そうだよ、ゆうくんと空は夫婦だったんだよ。だからお互いのことをハニー、ダーニーって。はい、空ちゃんストップ。今のは、そらお姉ちゃんのジョーク。ジョーク？そう！そうなのよ！本当にそらさんの冗談好きには困ったものよね！本当ですね！それで、ユーニーさんはそらさんのことをそらと呼んでいました。彼女もユーニーさんと同じクラスで同級生なんですよ。それでここは、ユーキの家の今よ。ここが、俺の家？何か思い出されましたか？ごめん、何も。ああ、ずっと気になってたんだけど、みんなと俺はどういう関係なの？すごく親しいみたいだけど。私たちは海外に転勤したご両親から勇気の面倒を見るよう頼まれたのよ。ちょっとアリスさん！しょうがないでしょ。まさか私たちが人間じゃなくてあやかしで、それを知った勇気があやかしと結婚して身内にならないと殺されるから誰かを選ぶまで一緒に暮らしてるなんてややこしい説明できないでしょ。アリスさんの言う通りです。ここは記憶を取り戻すまでごまかしましょう。どうかした？ううん、何でもないわよ。アリスさんの言う通り、ご両親に頼まれたのでどうせならと住み込みでお世話をさせていただいてるんですよ。なので遠慮せず甘えてくださいね。そうだったのか。それじゃあみんな、改めてよろしくお願いします。それにしても記憶喪失なんて。そっか、ユキは今何にも知らないのよね。そうですね、ユー兄さんは昔のあれやこれや何も覚えていないのですよね。何にも。お兄ちゃんが記憶喪失。ああ、ということはユー君と空の関係を捏造し放だ。どうしてみんなそんなに黒いオーラを放出してるの？別に何でもないわよ。そうですよ、何でもありませんよ。みんななんか怖いわよ。
男を見せてよ倉田くん、ドラマ CD 記憶と大切なものまで失ったよ倉田くん。いい天気だな。ダメだ。一日寝れば何か思い出せるかと思ったけど、全然だな。もしかして一生記憶が戻らないんじゃ。はい。おはよう、ゆうき。自分の部屋で寝て、何か思い出したかしら。いえ。そっか。もう、そんな落ち込まないで。大丈夫。そのうちきっと思い出すわよ。ありがとう、心配してくれて。ところで、アリスに聞きたいことがあるんだけど、いいかな？聞きたいこと？アリスはどうしてお世話をしてくれるの？メイとサヨちゃんは、幼なじみとその親友だからなんとなくわかるけど。どうして世話をするかって？それは…あ、私が勇気のメイドだからよ。どうして庶民の俺がメイドを雇ってるんだよ。それはお金のためにメイドをしているわけじゃないからよ。記憶を失う前の勇気に私は助けてもらったから、その恩返しのために個人的なメイドとして使えているの。恩返し？そうだったのか。記憶を失う前は俺って随分立派な人物だったんだな。全然そんなことないわよ。それに恩返しだけじゃないわ。私と勇気は恋人同士だからお世話しているのよ。なんだって？メイちゃんやサヨちゃん、クオンちゃんやソラちゃんには内緒で付き合っていたのよ。特に勇気はワンワンプレイが好きで、よく首輪にリードをつけたメイド服姿の私を深夜の公園に連れて行ったわね。ワンワンプレイ。もしかしたら記憶を呼び起こすかもしれないから説明してあげるね。勇気が毎晩私にしたワンワンプレイっていうのはね、この辺でいいだろう。アリス、早速ワンワンプレイを始めようか。ご主人様、こんな公園で。安心しろ、こんな深夜に通りかかる人間はいないさ、ほとんどね。それにアリスはメイドだろ。ご主人様に逆らうつもりか？そんな、私にとってご主人様こそ全て。何なりとご命令してください。それじゃあまずはお座り。かしこまりました。次はお手。はい。次はチンチンだ。ご主人様、それは。ふん、なんだ、メイドのくせに命令に逆らうつもりか？そんなことはありません。ならすぐにするんだ。はい。掛け声はどうした？それにスカートで下着が見えんぞ。手でスカートを持ち上げる。ご主人様、それだけは堪忍してください。ダメだ。泣いても無駄だ。さあ足を広げろ。股間を見せつけるように腰を押し出すんだ。掛け声も忘れちゃダメだぞ。ダメ、やっぱりそんな恥ずかしいこと言えません。アリスは俺の可愛いメイドだろ。さあ言うんだ、ほら早く。エッチなメイドにご主人様がご褒美をやるぞ。あー、ご主人様、外でそんな。あー、ラーメン、ラーメン。
ウサギのぬいぐるみね。名前はユウキ。ぬいぐるみかよ、お人形さんごっこ。てか一分の隙もない変態じゃないか。これぐらい大したことないわよ。それにもっとすごいことも要求されたしね。さらに上があるの。他にはウサギさんぴょんぴょんプレイでしょ。一番すごかった野外プレイはカメさんぬるぬるプレイだったわね。カメさんぬるぬるプレイ、何そのタイトルだけで18禁マークがつきそうなプレイは。聞きたい？さすがに面と向かって説明するのは恥ずかしいわね。ちょっと耳貸して。ね、カメさんぬるぬるプレイっていうのはね、勇気のカメさんは、もう鬼畜の所業じゃないか。さらにぬるぬるになったところに勇気のカメさんを。信じられない、野外だぞ。現代の若者の道徳心はどこに行ってしまったんだ。記憶を失う前の俺はなんて下道だったんだ。アリスはそんなひどいことをされてもなぜ別れようとしなかったんだ。別れる？考えたこともないわよ。だってどんなに変態でもダメ人間でも私は勇気のことが大好きだから。それに私のお腹には。なんで母性愛あふれる顔でお腹を撫でるの？まさか。ええ、私のお腹の中には勇気との愛の結晶、赤ちゃんがいるの。俺たちまだ学生なのに。だから辛いことも多いだろうけど、二人で力を合わせて生きていきましょうねって誓い合ったのよ。だから早く記憶を取り戻してね。あと二人が付き合ってることはみんなには内緒にしてたから、誰にも話しちゃダメよ。わかった、誰にも言わないよ。それじゃまた後でね。まさか自分がそんな変態だったなんて。汗かいたら喉が渇いたな。台所で何か冷たいものでももらおう。さよちゃん、扉の前で何してるの？洗濯をするのでシーツを取りに来たんです。そうなんだ、ごめん大声を出して。こちらこそ驚かせてすみません。ところでアリスさんがお部屋から出ていらっしゃったようですが、どんなご用件だったんですか？大した用じゃないから気にしないで。そうですか。それでどうですか、記憶の方は。それがまだ。ごめん。もう謝らないでください。美味しいものをいっぱい食べれば記憶なんてすぐに取り戻せますよ。今日のお昼は酢豚にもずく酢ちらし寿司ですよ。今めいちゃんが買い物に行ってますから、腕によりをかけて作りますね。楽しみだな。ところでどうして酸っぱそうな食べ物ばっかりなの？ごめんなさい、最近私が酸っぱいものばかり食べたくて。ちょっと待って、どうしてさよちゃんは最近そんなに酸っぱいものばかり食べたくなったの？まさか。はい、実は記憶を失う前のユーニーさんにはお話しして認知していただいたのですが、お腹にはユーニーさんとの赤ちゃんがいるんです。さよちゃんも？さよちゃんもとはどういう意味ですか？いや、そのとにかく俺とさよちゃんは子供を作る仲だったってこと？はい、私とユーニーさんは飛躍連理の中、恋人同士どころか将来を誓い合った婚約者同士だったんですよ。婚約者？さよちゃんはまだ中学生じゃないか。記憶を失う前のユーニーさんはおっしゃってました。愛に年の差は関係ないと。でもいくらなんでも中学生と婚約なんて。ユーニーさんは私の言葉を信じてくれないのですか？信じ
じたいのは山々だけど、いくら昔の俺が変態でも、アリスと恋人同士でさらに他の子に手を出すところか、妊娠婚約なんて。何かおっしゃいました？いや、あまりにも現実感がないなと思って。わかりました。そこまで言うなら証拠をお出しします。あ、それってボイスレコーダー？はい、ここに証拠の音声が入っています。聞いてくださいね。私はユー兄さんが好きです、大好きです。この気持ちだけは絶対に絶対に誰にも負けません。だから私の思いをどうか受け入れてくださいませんか。俺は俺でよかったら。嬉しいです。諦めていた夢が叶いました。今日は私にとって生涯最高の日です。そんな大げさな。ふつつか者ですが末永くお願いいたします。お、俺とさよちゃんの声だ。なら本当に俺たちは婚約者同士だったのか？はい、そうですよ。家に来ていただいた時のユー兄さんの音声を全て録音しておいてよかったです。何か言った？いえ、別に何でもありませんよ。これで信じていただけましたか？これを聞かされた後じゃ信じるしかないよ。よかったです。他にもユー兄さんは私と約束してくださったんですよ。約束？はい、そうです。記憶を失う前のユー兄さんは浮気を絶対にしないと約束してくださいました。もし浮気をしたら。浮気をしたら監禁させていただきますと。監禁？浮気をしたのは決してユー兄さんが悪いわけではないんです。周りにユー兄さんを誘惑する毒虫が存在するのが悪いんです。だから一度浮気をしたらそれ以後光も音も届かない場所、私以外決して誰も入れない地下のお部屋に一生暮らしていただく約束をしてくださったんです。手を紐で結び一緒の布団で寝て、朝起きたら互いの顔だけを見つめ、互いの言葉だけを耳に届かせ、互いの瞳だけを見つめ毎日を過ごし、満たされ一緒に溶け混ざり合うと約束してくださったんですよ。怖っ。そんな約束をしたんだ。ちなみにもし拒んだら？その時は心中すると思います。私の人生にユー兄さんがいないなんて考えられませんか？そうなんだ、心中か。はい、ではシーツを持っていきますね。お昼ができたらお呼びしますので、それまでのんびりしていてください。それでは失礼します。記憶を失う前の俺があんな怖い約束をしていたなんて。なのにさよちゃんと一つ屋根の下で暮らすアリスを恋人にして、しかも妊娠までさせるなんて。記憶を失う前の俺はなんてクレイジーなんだ。あ、ダメだ、本格的に冷や汗で喉が渇いたな。気持ちを鎮めるためにも一回でお茶でも飲むか。はあ、それにしてもいつになったら記憶が戻るんだか。あ、クオン、今で本を読んでたんだ。邪魔じゃなかったら今にいてもいいかな？隣座ってもいい？ああ、ありがとう。記憶はまだ戻ってないの？ごめん、まだ全然。そう。心配してくれてるの？嬉しいな。ん？どうしたの？突然顔を赤くして。もしかして風邪？仲が良かった。え？記憶を失う前のお兄ちゃんとクオンは仲が良かった。
秘密の恋人同士だったから。いや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 、クオンは中学1年生、去年の春はまだランドセルを背負った小学生じゃないか。そんな子供と付き合ってたなんて。記憶を失う前のお兄ちゃんが言ってた、子供だからいいんだって。重度のロリコンじゃないか。そんなやつと恋人同士になっちゃダメだよ。けどお兄ちゃんは悪い人じゃない。クオンはお兄ちゃんに助けてもらったから。だからその時からお兄ちゃんのことが。助けてもらった？一体俺とクオンの間に何があったんだ？聞きたい？ああ、今年の夏のお話。お兄ちゃんのここすごく硬くなってる。ダメだよクオン、そんなに強く握ったら。言葉で嫌がっても体は拒んでない。証拠にお兄ちゃんの体は喜んでる。そんなことあるわけないだろ。嘘。ここを刺激されると気持ちいいんでしょ？クオン、そんなに激しくされたら。お兄ちゃん、我慢しないで気持ちよくなって。お兄ちゃんに喜んでもらえるだけでクオンは嬉しいの。けど、やっぱりダメだよこんなこと。子供のクオンにさせるなんて。クオン、もう子供じゃないよ。今年で中学1年生になったんだから。だから気持ちいいなら我慢せず声を出して。お兄ちゃんの気持ちいい声。それにここにはクオンとお兄ちゃんしかいない。クオンだけにお兄ちゃんの気持ちいい声聞かせて。あっ、クオン、あっ。お兄ちゃん気持ちいい？ああ、気持ちいいよ。嬉しい。お兄ちゃんが気持ちよくなってくれてとっても嬉しい。もっともっとお兄ちゃんの気持ちいい声聞かせて。クオンにだけ聞かせて。あ、ダメだよクオン。そんな激しくされたら我慢できなくなっちまう。我慢しなくていいよ、お兄ちゃんなら。クオン、もう俺ゴートゥーヘブン、ゴートゥーヘブン。お兄ちゃん、気持ちよかった？ああ、最高に気持ちよかったよ、クオンのマッサージは。しかし、子供だと思っていたクオンがこんなに力があるなんて知らなかったよ。おかげで肩の凝りが取れたよ。お兄ちゃんに喜んでもらえてよかった。しかし、二人で無人島に流されてもう1週間か。小屋を建てたり、飲み水を確保したり、食べ物を集めたり、砂浜に大きく SOS の文字を書いたりしてれば肩も凝るよな。いつ助けが来るのかな。大丈夫、きっと助けに来てくれるって。だからそれまで二人の力を合わせてこの無人島で生きていこうな。お兄ちゃん、そんなに力強く抱きしめられたら痛い。ごめんけど、可愛すぎるクオンも悪いんだぞ。お兄ちゃん気持ち悪い。その割には顔が赤いぞ。あ、これは違う、全然違うから。本当にクオンは可愛いな。うん、子供みたいに頭を撫でないで。本当は嬉しいくせに。うん、クオン、
睨む姿も可愛いよ。お兄ちゃん。いや、だったか。嫌じゃない、すごく嬉しい。クオン。クオン、愛しているよ。クオンもお兄ちゃんが大好き。お姉ちゃんたちにも負けないくらいお兄ちゃんが大好き。嬉しいよ。お兄ちゃん。怖い？ううん。お兄ちゃんになら何をされても平気。クオン。お兄ちゃん。大好き。そしてお兄ちゃんとはクオンがちゃんとした年齢になるまで秘密で付き合うことになったの。そんな子供と付き合ってたなんて。クオンはもう子供じゃない。だってお腹にはお兄ちゃんの子供が。うわあ、なんてことだ。つまりアリスと付き合い、サヨちゃんに浮気したら監禁してもいいと約束を交わした上、去年までランドセルを背負っていたクオンにまで手を出していたということか。しかも全員妊娠させるなんて、俺はどれだけ命知らずな鬼畜野郎だったんだ。お兄ちゃん、顔は青い。大丈夫？大丈夫。ちょっと自分の置かれていた立場を知ってめまいを起こしただけだから。そうだから、お兄ちゃんとクオンは恋人同士だったの。浮気しちゃダメだよ。はい。まさかあんな小さな子供にまで手を出していたなんて。記憶取り戻したくないな。何を取り戻したくないの？うわっ、ソラ！なんでもないよ。それより何か用？うん、もうそろそろ記憶が戻ったかなって。ごめん、まだ。そっか。でも落ち込まないで、いつか絶対に戻るよ。ありがとう。お礼なんていいよ。だってソラはユウくんの妻なんだから。妻？うん、妻だよ。それって昨日も言ってたよね。冗談じゃなかったの？冗談じゃないよ。子供の頃ユウくんとソラは結婚の約束をして、お母さんたちに手伝ってもらって結婚式も挙げたんだから。なんだ、子供の頃の話か。子供の頃の話じゃないもん。今だってユウくんとソラは夫婦なんだから。またまた、いくらなんでも子供の頃の約束を今でも覚えてて守ってる人なんていないよ。それに俺はすでに。嘘じゃないもん。だからメイちゃんたちがいない夜は新婚さんごっこをしてたんだよ。夜？新婚さんごっこ？そうだよ、記憶を失う前の夜だって。お料理作るの手伝ってくれてありがとうね、ゆうくん。うん、今夜は二人きりなんだから呼び方が違うだろ。そうだね、今夜は二人きりなんだよね。だーに。何恥ずかしがってるんだよ、ハニー。ハニーだってユウくんがハニーだって。そんなに嬉しそうににやけるなよ。にやけてないよ。それよりもう晩ご飯はできてるから、あとはお皿に盛って並べるだけだよ。ダーニー、棚にあるお皿取ってもらっていいかな。棚の皿だな。どれだ？そっちじゃなくてもっとこっちのだよ。ハニー、そんな背中に抱きついて背伸びをしたら胸が。
出てるんだよ。昨日の夜もいっぱいチューチューしてきたのに動揺しすぎだよ。しょうがないだろ、大好きなハニーの胸だぞ。反応するなっていうのが無理だって。あ、はい、お皿これでいいだろ。ありがとう。あとはこのお豆腐を包丁で切ってお味噌汁に入れるだけ。大丈夫か？いったったった包丁で指切っちゃった。まったくドジっ子だな。ほら見せてごらん。そらドジっ子じゃないもん。ダーリン、そんなに指舐めたら。はい、これで大丈夫。それにしてもちょっと指を舐められただけであんな可愛い声出してエッチな新島さんだな。もうダーリンの意地悪。だいたいダーリンの舐め方がエッチなのがいけないんだよ。今度は空の番なんだから。あ、こらこら、指を舐めるのやめろよ。くすぐったいだろ。意地悪な通りの言いつけなんて守らないんだから。やっぱりエッチな新妻さんだ。夫の指を舐めるだけでこんな瞳になるなんて。もっと体が勝手にほてってきちゃうんだもん。ならこれならもっとエッチになるのかな。ダメ、それ以上されたら我慢できなくなっちゃうよ。いや、嫌じゃないの、大好きね。もっといっぱい欲しい感じで、その夜はアイスをイチャイチャしながら食べたからお腹がいっぱいになっちゃって晩ご飯を食べるのが遅くなっちゃったんだ。なんだ、あれはアイスを食べる音か。新婚さんごっこは大したことなくてよかったな。それに空のお腹の中にはユウくんの子供がいるんだよ。安心で胸を撫で下ろしたらまた妊娠かよ。へえ、ずいぶん面白いお話をしてるわね。私にも詳しく聞かせてくれないかしら。アリス、サヨちゃん、クオン。お兄ちゃん、気持ち悪い。勇気にそんな趣味があったなんて。そうですか、ソラさんと新婚さんごっこをなさっていたんですか。しかも妊娠させるなんて。では約束通り地下に監禁させていただきますね。あ、ユウくん。あ、待ちなさいユウキ。逃がさない。ユウ兄さん、どちらに行かれるんですか。俺なんてすみません。って、ユウキ？どうしたの、そんな慌てて。メイ。え？なんで逃げるのよ。ちょっと待ってよ、ユウキ。学校の屋上に来てまで何してんのよ。フェンスを越えてそんなとこに立ってたら危ないでしょ。来ないでくれ。俺みたいなダメ人間なんて死んだ方がいいんだ。ちょっと何言ってんのよ。みんなに記憶を失う前の話を聞いたんだ。もしかして昔のことを知って死にたくなったの。そうだよ。俺みたいな倫理観のかけらもない人間は
いなくなった方が世界のためなんだ。そりゃ確かにエッチでデリカシーがなくて誰が好きかはっきりしないダメ人間だけど、いなくなってってほどじゃないわよ。メイは俺がどれほどひどい人間か知らないから、そんなことが。このバカダメ人間。メイ、勇気とは小さな頃からずっとずっと一緒にいたんだから。覚えてないかもしれないけど、いつも一緒だったんだから。ひどいところやダメ人間なところを含めて、私が勇気で知らないことなんてあるはずないでしょ。それにもしまだ私の知らない真実があったとしても、それがどんなことでも絶対に嫌ったり見捨てたりなんかしないわ。だって私は勇気のことがす嬉しいよ。俺みたいなダメ人間をそこまで思ってくれるなんて。バカ！違うわよ、別に。メイ。ユキ。うわっ！メイの頭に猫耳が？ユキ、この秘密を知ったからには私と結婚！頭が、なんだこれ？何？大丈夫？ユキ！ユキ！ねえ、ユキってば！ねえ、ユキ！ねえ、ユキ！ユキ！ねえ！あれ、メイ？なんで耳出してるんだよ。気をつけなきゃダメだろ。え、もしかして記憶が戻ったの？はあ、どういう意味だよ。ほら早く耳隠せ。誰かにバレたら大変だろ。記憶が戻ったのね。もうバカダメ人間、心配しちゃったじゃない。なんだよメイ、突然抱きつきやがっていつもの勇気だわ。なんだよいつものって。ようやく追いつきましたよ。もう逃がしませんからね。さよちゃん、それにアリス、クオン、ソラ、みんなどうしてそんな怖い顔をしてるんだ？とぼけても無駄よ。それよりちゃんと答えて。さよちゃんと婚約してクオンちゃんの初めてを奪って、ソラちゃんとは新婚さんごっこをしてたって本当なの？しかもみんな子供がいるって。はぁ？それを言うならアリスちゃんだってユウくんと毎晩ワンワンプレイしてるって本当なの？何？お兄ちゃん最低、気持ち悪い。ちょっと待て、何の話だ？婚約初めて、新婚さんごっこ、ワンワンプレイ。ちょ待ってよメイ、なんでそんなに力強く拳を握りしめてるの？うるさい、このだから本当に知らないんだって。婚約も初めても新婚さんごっこもワンワンプレイも子供のことも全く知らないんだって。みんなまで拳を振り上げないで。ユウ兄さんの勇気の、お兄ちゃんのユウくんのダメ人間！ぐっ！ハハー！みんなに殴り飛ばされ屋上から落ちた俺は、運よく木と花壇がクッションになって死ぬことはなかった。しかしそのせいで再び記憶喪失になり、自宅の居間へと連れてこられて。まったくみんなひどいわよ。
記憶喪失なのをいいことに嘘をすり込もうとするなんて。しかも殴っちゃったせいでまた全部忘れちゃったし。ここはどこ？私は誰？おいたわしや、ユニーさん。まあいいじゃない、過ぎたことは。それよりせっかくもう一度記憶喪失になったんだし、今度は捏造じゃなくて既成事実を作らなきゃ。さあユウキ、大好きなワンワンプレイをしましょうね。ダメ、ミュウ君はソラと新婚さんごっこをするんだよ。今度こそ頑張るんだから。お兄ちゃん気持ち悪い。そうか、僕はアリスさんとワンワンプレイをして、ソラさんと新婚プレイをして、クオンさんとお兄ちゃんプレイをするんですね。ユウキ、うぎゃようやく授業が終わったぜ。大声出さないでよユウキ、恥ずかしいじゃない。それにこの後バイトがあるの忘れないでよね。わかってるってめ。あれ、あんなところに子供が。誰かの妹か。へえ、可愛い子ね。パパパパだって。もしかしてユウキがパパだったりして。どうなんですか。さよちゃん落ち着いて、違うから。メイも変なこと言うな。もしあの子がパパって抱きついてきたら、その時は日本男児として切腹してやるよ。パパ会いたかったですの。うわぁ、切腹きたって。俺がパパ、何かの間違いじゃないの。間違いじゃないですの。パパは相変わらず小豚野郎のように脳みそがとろけてますの。可愛い娘の顔を忘れるなんて、そんなに娘にお仕置きされたいですの。それとも SM プレイがしたくてわざとやっているんですの。そうだとしたら、この小豚はとんだド変態パパですの。子供のくせにすごいこと言うな。てか誰が変態だ。だいたい本当に身に覚えなんてないし。さっき、ユウ兄さん、その子のことちゃんと聞かせてもらおうかしら。聞かせてもらうも何も、俺もわからないというか。ヤタ一族のカラスのクロエですの。パパの娘なんですの。ヤタ一族？またあやかしの女の子？お名前はクロエちゃんって言うんですね。パパ、この人たちはもしかして新しいママですの？あら、あら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 、そうですよ。私がパパの新しいお母さんですよ。サヨちゃん、子供に嘘つかないでよ。ふん、ママなんていらないですの。パパにはクロエがいれば十分ですの。そんなことをおっしゃらないでください。うるさいですの、このビッチども。パパを誘惑するのですの。パパ、こんなおばさんたちなんて放っておいて、早くお家に帰ってクロエと子作りしよう。おばさん、子作り。ちょ、何言ってんだよ。ところでパパ、子作りってどうやるですの。男を見せてよ倉田くん、ドラマ CD パパなんて大好き、ラブラブチュッチュ大作戦。勢いでうちに連れてきちゃったけど、本当に身に覚えがないんですか。あるはずないよ、俺はまだ新品だって。それでクロエは今何してるんだ。メイちゃんが子供の作り方を教えてらっしゃいますよ。つまりメシベとオシベがあれしてこれして、でそれじゃ全然わからないですの。このメス豚、もっとちゃんと具体的に教えてくださいですの。な、子供のくせにすごいこと言うわね。メス豚とかそんな言葉知ってるくらいだし、実は子供の作り方分かってるんじゃないの。ふん、お前みたいな万年発情期のメスと清純華麗なクロエを一緒にするのですの。
子供の作り方なんて全然知らないですの。嘘、絶対嘘よ。その目は分かってる目よ。私に恥ずかしいこと言わせたいだけなんでしょ。クロエは嘘ついてないですのに、まったく本当に使えないメス豚ですの。やっぱりクロエはパパに子供の作り方を教わるですの。さ、変態パパ、早くクロエに教えるですの。な、その変態ってやめてくれ。ただでさえ小学生に子供の作り方を聞かれてる時点で否定できないのに。とにかくそろそろお風呂の時間だし、教えるのはまた明日な。明日？そう、明日。なら明日絶対に教えるですの、ロリコンパパ。なんでもっとひどい呼び方になってるんだよ。風呂はやっぱ気持ちいいな。しかしクロエが泊まることになったけど、明日は頑張って彼女の両親を探さないとな。何を頑張るんですの？うわー、クロエ、どうしてお風呂に入ってくるんだよ、しかも裸で。お風呂に入るんだから当然ですの。どうしてパパはそんなに焦っているんですの？もしかしてパパは小学生の裸に興奮する変態さんですの？そんなわけないだろ。だいたい俺は年上のお姉様が好きなんだ。そんなまっ平らな体に興奮なんてしないよ、マジで。なんでニヤニヤ笑ってるんだよ。だってパパの焦って困る表情がたまらなく素敵ですの。クロエ、もっとパパの苦しい顔や我慢する顔、気持ちよさそうな顔を見たいですの。子供のくせに変なこと言うな。気にしないでくださいですの。それよりパパ、一緒にお風呂に入るですの。いや、いいよ、俺もう上がるから。クロエ一人で入りなさい。まあまあ、とにかくパパのマナ娘が背中を流してあげますから、お風呂から上がってくださいですの。ふぅ、わかったよ。やればいいんだろう、やれば。早速背中を洗うですの。クロエ、どうしてボディーソープの蓋を丸ごと取るの？パパの背中を洗うのに大量に必要だからですの。それじゃ背中を洗うですの。おい、クロエ、どうして足で背中を洗うんだよ。どうしてそんな怯えた表情をするですの。本当は娘に足の裏で背中を洗ってもらえて嬉しいくせに。嬉しくねー。嘘ばっかりですの。ほら、もっと強くねじって踏んで言葉攻めしてあげるから、じっとしてるですの。そんなに強く踏まれたら。踏まれたらどうなるんですの。ちゃんと言葉にしないとクロエわからないです。さあ、女の子に裸で踏まれてパパのパパはどうなっちゃったんですの。どうにもならねえよ、痛いだけだって。だだだだだ、嘘ばっかりですの。クロエ知ってるですの。パパは女の子にひどいことをされて喜ぶド M の変態パパだって。でもそんな気持ち悪いパパでもクロエは見捨てないですの。むしろパパが喜ぶことを一生懸命してあげるですの。そんな女の子に踏まれて責められて喜んじゃうパパでも大好きだからですの。だから素直になっていいんですの。俺をそんな特殊な変態にするな。そっちの趣味はないよ。なら、これならどうですの。うわ、今度は胸で背中を洗うなんて。泡のぬるぬると、かすかだけど柔らかな胸の感触が気持ちいい。じゃなくて、そんなことしちゃダメだって。そんな風に意地を張るパパも可愛いですが、もっとパパを気持ちよくしてあげるですの。そんなに強く押し付けて動いたら。どうですの、女の子の胸は気持ちいいですの。パパは本当にいい声で泣くですの。パパのそんな可愛い悲鳴を聞いてたらクロエの体もほてってきたですの。パパ、さっきのお話の続き、子供の作り方をクロエに教えてほしいですの。もちろん言葉じゃなくて手取り足取りで。
なことできるわけないだろ。それより早く胸を背中から離してくれ。ち、ここまでやってなびかないなんて、もういい加減面倒ですの、ここの野郎。うわっ、クロエ、お腹の上に乗るのはやめてくれ。黙るですの、この小豚野郎。もう面倒ですの。無理やりにでも既成事実を作ってやるですの。既成事実？何言ってるんだ。そうですの、ある目的のために籠絡しようと思ったんですが、予想以上に意志が強いんですの。籠絡？それじゃやっぱり娘っていうのは嘘だったのか。そうですの。でも噂通り、女癖が悪くて周りの人たちがおっそり信じてくれてラッキーですな。一体何が目的だ。それは子作り、既成事実を作ってから話してあげるですの。じゃあ最初から知ってたのか。当然ですの。それぐらい今時の子はみんな知ってるですの。うわー、俺は年上のお姉様か。メイ、さよちゃん、助けてくれ。助けを呼んでも無駄ですの。二人は夕ご飯に睡眠薬を持ったので今頃ぐっすりですの。それに暴れても無駄ですの。あやかしに人間のパパがかなうはずないんですの。それじゃパパ、覚悟して子作りするですの。ペタにキス？これでパパとの既成事実ができたですの。あ、いや、ほっぺたにキスじゃ子供はできないぞ。子供の作り方っていうのはゴニョゴニョゴニョ。うわー、パパの目がエッチですの。とっても気持ち悪いですの。受けろ。パパのエッチ、本物の変態。こうなったらエッチでも変態でも結構だよ。それよりクロエはもっと自分を大事にしないと。そういうことはあってすぐにするもんじゃないんだよ。親御さんも心配してるんじゃないのか。子作りだとかなんだとか、なんで既成事実を作らなくちゃいけないのか知らないけど、そういうことは好きな人とするもんなんだよ。パパ、好きな人、つまり俺の場合は年上のお姉様だな。年上はいいぞ。年上は心も体も大人だし、特に助教師と放課後にゴニョゴニョとか。パパ、思いっきり鼻の下が伸びきってますね。私たちが睡眠薬で眠らされている間、そんなことがあったなんて。それで子作り、既成事実を作ろうとした理由が家出ですって。はいですの。実はママと喧嘩して。でもなんでうちを狙ったんだ。噂でパパは年下のあやかしばっかり囲っているロリコンだって聞いたですの。だからパパって呼んで気に入られて、既成事実を作ってここで暮らそうと思って。どこの噂だ。俺は年上のお姉様が。いや、なんでもないです。だから二人ともそんな睨まないでください。クロエの気持ちもわかるけど、お母さんに心配をかけるのは良くないわよ。屋台一族にクロエちゃんのことを問い合わせたら、親御さんがお探しになっていたので連絡したんです。そしたら電話越しでもわかるほど泣いていましたよ。ママが。ほら、言っただろ。そろそろ迎えに来るはずです。だってさ、今度は家出じゃなくて普通に遊びに来いよな。遊びに来てもいいですの。もちろん。だって俺はクロエのパパなんだろ。ありがとうパパ、すごく嬉しいですの。これで一件落着かしら。パパ、このラリコン野郎、ちょっとだけかがんでですの。相変わらずすごいこと言うな。こうか。パパ、ありがとうですの。おう、今度はお土産持って遊びに来いよな。ユウ兄さんの唇に、
すなんて。パパ大好き。大きくなったらお嫁さんになって子作りしようね。その時はもっといっぱい罵って踏んであげるね。バイバイ、またね。最後まで混ぜた子だったな。で、二人ともなんで怒ってるんだ？なぜ怒ってるかわからないの？いや、でもキスは不意打ちで。いえ、そちらではありません。一番の問題は、また年下に股をかけたことよ。一体何股かければ気が済むの？俺のせいかよ。今晩は朝までじっくりお話ししましょうね。正座した勇気の膝に石を乗せてね。お話し合いの場所はもちろん、地下深くの座敷楼ね。あそこならどんなに大声でお話ししても外に声が漏れる心配はありませんからね。それは話し合いじゃなくて拷問だろう。ユニさんが逃げました。松田